近鉄伏見駅やってきたぞ。今日はこの前に京都のつけ麺の名店、その姉妹店の肉まん屋さんがあるんですけども、そこの前に美味しいものがあるっていうことでやってきましたよ。はい、生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだす。どうも、ミスター京都アキです。はい、本日は近鉄の伏見駅の前までやってきました。ほんで今日は視聴者様リクエストです。はい、伏見のね、中所島につけ麺の名店キラリさんっていうのがあるんですけど、ほんでその姉妹店の、キラリの肉まん屋さんの前に、なんとその名店のつけ麺と肉まんが入った自動販売機が設置されたということでやってきました。僕もね、前1回動画配信してるんですけども、つけ麺のお店はまあまあ行列店で並ばんと食べないぐらい人気のある店で、はい、そのお店が自動販売機設置したということで、はい、本日は乗り込んできましたということで、今から行ってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴレツゴー、行ってきます。ということでやってきました。はい、近鉄の伏見駅、ほんでこの前にキラリさんの肉まんのお店があるんですけど、なんと前に自動販売機が設置されたということで、視聴者様リクエストですよ。はい、はあ、ずっとねここの肉まん食べたいなと思ってたんですけど、ほんでさらに人気の名店キラリさんのつけ麺まで入ったということで、ね、これはね、僕も興味ありますよね。はい、教えていただいてありがとうございます。とりあえずこれやな、魚介豚骨肉まん2個入りとこれ買ってみるか。はい、ということで買ってきたよ。はい、伏見の名店、伏見名物キラリさんの、肉まんですね。はい、いやー、とうとう出ましたね。僕もね、キラリさんのねつけ麺は食べたことあるんですけども、肉まんは初めてで、ずっと気になってて、はい、ちょうど自動販売機ができてよかったです。ほんでこちらが行列のできるつけ麺屋さん、魚介豚骨つけ麺、キラリさんのつけ麺が自宅で楽しめるようになりましたということですね。いやー、嬉しいじゃないですか。ここのつけ麺はほんまにうまい。はい、若者にも大人気のお店です。開けました、肉まんです。あー、いいですね。大きさもなんか可愛い感じですけどね、いい感じじゃないですか。うまそう。ほんでこちらが人気の魚介つけ麺ですね。お、具材も入ってんのかな、俺。具材が入ってた、ありがたいですね。はい。最近の冷凍ラーメンは、具材全然入ってないんで。いや、これ入ってたら神ですよ、この料金でね。ということで、作っていきますよ。じゃあ、こういう感じで、スープを湯煎にかけてる間に、麺を湯がきます。麺は10分から12分っていうことなんで、結構長いですね。はい。極太麺。緊張の瞬間ですよ。スープ。おお、濃厚やな。あっつ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 。おお、チャーシュー入ってるわ。チャーシュー入ってる。ありがたい。3つ入ってるチャーシュー。おお、いいね。いいね。キラリさん特有のね、魚介のいい香りがしてる。でこれね、これなんか知らんけど、これも入れよう。よし、よし。はい、そしたら麺湯がいたんで、つけ麺やし、こうぬめりを取ってしっかり冷水に浸して麺を締める、そんな感じですね。重いわ、量かなりあるで、これ。
よいしょ。あら、かなりの麺の量だこれ。ほんで自家製半熟味玉。はいはい、ということで完成したぞ。簡単にできた行列のできるつけ麺の名店キラリさんのね、いやー自動販売機ですよ。はい、ほんで2号店の肉まん、これは初ですね。いただくのが、スープいきましょう。うわー、濃厚スープですね。この味が自宅で楽しめる、嬉しい。ほんでしかも安い。はい、食らっていくぞ。チャーシューも入ってる、最高。はい、ということでね、出来上がりましたよ。嬉しいね。自宅で行列のできるキラリさんのつけ麺がいただける。はい、いやー、ほんでね、僕ね、実は買いに行ったんですよ。そしたらつけ麺が売り切れてて、はい、あの撮るシーンの動画を撮れなかったんですけども、後日知り合いに頼んで買ってきてもらいました。はい、いやうまそうですね。ということでいただきます。はい、準備。うんまうまい、そのままの味ですね。魚介だしの効いた濃厚スープ、いやーうまいわ。うん、そしたらまずはじめに何もつけずに麺だけいただきます。見てください、この極太麺。いただきます。もちもち、もうほんまもっちもち、麺だけでもうまいな。これが豚骨魚介スープに浸るとききっと幸せに包まれます。うまい。そしたらね、僕も初となる肉まんいきましょう。肉まん専門店が2号店なんですね。うわすごい、肉汁が、うわ何やこれ、何なのこれ、何が入ってるんですかねこれ。そしたらいただきます。あつつつつ、これは何だ、何が入ってるんだ、肉汁やばいなこれ、肉汁がかなりやばい。いただきます。あ、玉ねぎやな、玉ねぎや、ちょっと豚の脂身を期待しましたけど玉ねぎです。でこの肉、しっかり詰まった肉、いただきます。うん、うまい、しっかり味が染みてるなこれ。今まで食った肉まんの中で一番そのミンチに味が染みてる。いやなんか本格的な中華料理的なそんな感じですね。マスタード、うん、うまい、うまいけどマスタードつけの方がいいな俺的には。そのままの味の方が美味しい。うん、いける。このミンチの味と玉ねぎのシャキシャキ感、これがポイントやな。よっしゃー、ほな行きますね。しっかり締めたもちもち麺、あら結構量多いでこれ。麺も300ぐらいありそうね。これを浸す、いやーいいねほんまに。この店はいつも並んでるんでね、はい、いやー嬉しいほんま。うわーしっかり絡むよこれ。うわー、もうつけ麺でね、撮影するんがまあまあ面倒くさいで、お店ではめったに食べないんですけども、いやー嬉しいじゃないですか自宅で。うわー、これはいくぞ、麺バーゲームじゃ。うん、うん、いやーこのもちもち麺うまいな。もう京都一番って言ってもいいぐらい麺がもちもちしてる。うん、冷凍してたネギですね。ネギも入れつつ、
麺減らへんよこれ、ほんまかなりありますね。もう女性やったら全部食べきれないぐらいの量かもしれないですね。しっかりスープが絡んできます。うん、うまい。絶品通り越してますねこれは。これが自宅で味わえるのは感動レベルですよ。うん、ほんで自家製半熟味玉、こんなんとかもいっとこう。これはいるな、これはいる。でチャーシューもね3つ入ってるんですよ。これがありがたいねこの料金で、ほんま。うん、いやー肉まんも2つついてつけ麺と合わせて1200円、お値打ちですね。安いわ。この玉ねぎがすごいな、ほんまごっつい。うまい、感動のうまさ。やっぱキラリさんのつけ麺うまいな。もう京都で 1,2 を争ううまさやわ。ここのね、パイタンラーメンもね、なんか前雑誌に紹介されたんで一回それも食いに行きたいな。うん、うん、チャーシュー、いやいやうまかったな。超濃厚な豚骨魚介、いやこのつけ麺は半端ないうまさですね。もうね、僕1回目買いに行った時売れ切れてて、その時も若い人たちが結構買いに来てて、ほんで見るだけで帰っていくんですよね。ほんでなんでかなと思ったら売り切れてたんですよね。はい、それぐらい人気ですね。安い、しかもはい、冷凍のあのラーメンとかだったらよく1000円とか取るとこあるんですけど、安い。ほんでしかもチャーシューまで入ってる、これはありがたいわ。僕もまたこれは買いに行きたいですね。はい、もうつけ麺食べに行くんやったらこれで十分かと思います。ということで伏見の、つけ麺キラリさんの2号店、肉まんキラリさんの前にですね、こういう形で美味しいつけ麺と肉まんの自動販売機が登場いたしましたので、皆さんよかったらぜひ食べてみていただきたいと思います。いや最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。いやもうほんまに腹いっぱいです、パンパンです。はい、大満足しました。ご視聴いただいて皆様ありがとうございます。ありがとうございました。うまかった。ありがとうございました。